三浦教師は日本の自転車プロロードレーサー。佐賀県都市出身。日本ではキングと呼ばれる。マウンテンバイクでも活躍し、オリンピックに出場した。日本代表チームの監督も務めていた。中学時代にツールドフランスのテレビ放送をきっかけに自転車に目覚め、鳥栖工業校2年でインターハイに出場。卒業後、多くの実業団で活躍し、フランス。 オランダ、アメリカなどでも活動。1987年スイスのティーグラー。翌1988年にエリートチームのマビックティチノビッタと契約。同年ソウル五輪に出場。1990年のツールド、沖縄と1991年の宇都宮国際ロードレースで優勝。1994年から1997年まで。 ベルギーのサクソントニツタイナーでプロ契約選手として活動。MTB でもアジア王座を獲得し、アトランタ五輪に出場。シドニー五輪にもコーチとして参加。2000年にキナ南 CCD を設立。UCI コンチネンタルプロチーム設立に参加。2002年には台湾チームジャイアント ART 設立に参加。2007年現在も現役選手でありつつ、 日本のナショナルチーム監督を務めている。2009年にはツールド、沖縄市民レース 130km 部門に出場し、スプリント勝負を制して優勝している2014年、サイクルベース朝日より本人監修の元マーゼロとして、カーボンフレームの ST-1、アルミフレームの ST-2 を発売した。また、台数限定で、 ST-1 フレームセットも発売されていたバイクハイク2009年ツールド沖縄リザルトありがとうございます